やば、画面止まった。だるいだるいだるい。ねえ、ちゃんと届いてる？声届いてますか皆さん。あーもうもうほんと嫌になっちゃう。はい、やり直し。 OK。 まずはね、もう少しですね、イベントが終わるのも。果たして行くのかっていう、聞こえてますよ。あ、よかったです、ありがとうございます。すごい、壇上には今知らない人がいっぱいいる。見たことない人がいっぱいいるよ。おもろい。ちょっとあなたたち今もいるならさ、ちょっとたまには自己紹介してよ。ねえ今ランキングにいる人、知らないって言ったら失礼かもしれないけど、あんまりなんだろう、お目にかからない方々ばかり。充電やばいかなこれ。まあいっか、充電 20% になろうが 10% になろうが、よしよしよし、座ろうか。よいしょ、どこいしょ。すごい美人だと思います。 ありがとうございます。はい、ハートありがとう。まさくんありがとう。寝坊したと聞いてきました。寝坊したの？大丈夫？すごい美人だと思います。言わされてる感半端ないな。私は風呂に入ったんです。優勝ですよ、もう寝りゃいいんだもん。あと、あ、かねちゃんロールケーキありがとう。食べて、はい、いただきます。うわ、ロールケーキ食べたいな。遊びに来たよ。はいはい。まだタピオカ飲んでるの？違うよ、もう中身変えました。カフェオレにしました。あ、花火が上がった。やった。これがあと何回上がるんですかね、花火。あと7回、7回上げなきゃいけないんだ。大変、超大変。山ちゃんハートありがとうございます。キュン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 どうして、キュン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 どうして、なんちゃらららららだだ。NME48 の時から尻フォローしましたんで、よろしく。え、よろしく。シャス。ザッチくんハートありがとう。仕事中なの？仕事やめな。今はもう終わりの時間ですよ。ヤマトッツォありがとう。マリトッツォン、ロールケーキもありがとう。お菓子がいっぱい届く、ありがとう。配信できてるかな。今またアラームが鳴った。何回アラーム鳴るんだ。きっとそれほどあの起きれない自信があったんでしょうね。多分起きれないと思った。
SM オペラやってると S 度がアップするのね。あ、そういうお話じゃないですよ。名前なんて呼んだらいいですか？はい、リナッチこと釧路リナです。リナッチって呼ばれてます。どうも。おっと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 、山ちゃん、クマありがとう。着替えましたねって風呂に入ったんです。欲しないからギフトあげる。なんだろう、ワクワク。花火だい、よっしゃ、ありがとうございます。なんで花火の一言だけコメントすんの。エイジ君、ファンレベル上がりました。ありがとうございます。いつも可愛いって、あ、かっこいいって、しゅ、あ、恥ずかしい。かっこいい、ありがとう。うま、いいね。ちょっとな、ねえ、言葉のアイテム適当に投げりゃいいってあなた思ってるでしょ。ザッチさん、ファンレベル上がりましたと。すごい、ブラボーとか始める。めっちゃかわいい。めっちゃかわいい。ありがとう。あ、頑張ったって。あ、ありがとうございます。まだ終わってないんですけどね。おーとか言ってる間に、花火が上がったよ。パチ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 。ありがとうございます。ザッチくん、ありがとう。なんか文字がいっぱいだよ。文字がいっぱいだよ。かわいい。すごいね、いろんなパターンがあるんだ、面白い。かわいい、かっこいい、うま、尊い、いいね、似合う、ありがとう。ちょっと待って、ちょっと誰、アイスいっぱい、ちょっと待って、お疲れ。ブラボー、めっちゃかわいい。おでん虫さん、尊い、ありがとう。尊いって、山ちゃん、めっちゃかわいい、めっちゃかわいい、いい、ありがとうございます。山ちゃん、アイスありがとうございます。あ、しのさん、かわいい、ありがとう。ファンレベル上がったって。まさくん、ハートありがとうございます。キュン、おお、また花火が上がったよ。ラスト1時間ですって。すごいよ。花火の、花火上がるスピード早っ。ありがとう。ギリギリで生きた結果こうなりました。おでん虫さん、なんか特殊な、なんだ、ラブレターと花束と風呂敷、はい、風呂敷の中身は何ですか。ありがとうございます。おでん虫のファンレベルが上がりました。ありがとうございます。何時まで、まあとりあえずこのイベントは9時59分までですので。あ、ラブレターだ。あ、タイトル書かんの、あ、忘れてた。星ねだりのテロップ出さな。
風呂敷の中身はハーコからのこんばんは、今日もかわいい、ありがとう。よしあきくん、どこだ。流れ星ありがとうございます。星かける50カウントも入れとく。こんばんは。初見の人どうもいらっしゃいませ、ようこそ。どこから来たのかしら。かわいいタイトル言って。星50カウントちょーい。シューティングスター。吉明くん、流れ星ありがとうございます。なんか疲れてんかな。二重もめっちゃ広く見えるくない？結婚してが大量に来たのは見間違いかな。いや来てるな。はいはいはい、大政送ったね。本当にあんたって人は本当にもう本当にねえ、よくないよこの枠。これでまたねって、おう、逃げんのか、おう、待ちな。ちょっと待ちな。あ、I love you, I need you, I want you. 山ちゃん、ありがとうございます。くまちゃん。ごめん、またアラームでアプリが落ちた。山ちゃん、クマ、ありがとうございます。大間さん、結婚してのなんかいっぱいありがとうございます。リナちゃん、ケーキ食べて。え、なにこれかわいい。え、なに、待って、なにこれ。え、なんかめっちゃでかいけど、これなんでこんなでかいん。この時間のアラーム、8時55分のアラームが、なんだっけ、スヌーズ機能で、何度も、だから止めきれてないっていう、やつでした。その、だから、この、ま、ちょ、顔近くなるな。この猫は誰？これは誰や？何これ、猫？あ、アホ毛と一緒にお届けするな。うわーそう、さっき花火さ、うお、え、目標達成やって、みんな。え、違うか、あ、びっくりした。40、わ、あとちょっとや。拍手。あ、タワーですか。え、犬ですか。タワー、
ザッチくん？本当に？だからこんな存在感あるんか。え、すげえ。え、ありがとう。ありがとう。なんか普通の、普通のたって、た。まったくこの人は。なんで、なんで私、さあ、おい、ちょっと、あんた待ちな。あ、虹だ。ちょっとあんた待ちな。猫のさ、猫だか犬。ありがとうございます。投げる順番逆にすべきだったのね。めっちゃおもろい。オチが必要ね。ほんまそういうとこ。ああ。猫とタコって似てるよね。黙れる。あ、目標達成ですって。やったー、みんな。拍手、とりあえずコメントで拍手いっぱいしようぜ。拍手拍手、みんなのおかげです。ちょっとアイテムを追っていきますね。山ちゃん、ショートケーキありがとうございます。いっぱいいろんなの送ってくれた、ありがとうございます。いろいろ見れた。よしあきくん、音符ありがとうございます。画面が華やかになりましたね。ありがとうございます。よしあきくん、どうも。おでん虫さん、虹をかけてくれてありがとう。じゃあ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 、あの曲いいよね。お、星がまだまだ飛んでる。星行くと50カウントちょうだいって言ってるからや。テロップ変えよう。50万ポイント達成だ。50万ポイント達成だ。虹ありがとうございました。おでん虫さん、大政レインボースターありがとうございます。さっきすごいなんか普通の星とさ、レインボースターが混ざってとんでもないことになってた。山ちゃん、流れ星ありがとうございます。達成しましたね。ほっ、ほっとしました。うわ、クオカードペイ1500円分やって、よし、これはもうあれですね、カフェラテ飲むわ。あ、キャラメルラテ、あのローソンでこの間試しに買ってみたの。まあ美味しかった。ちょっと前になんかタリーズのキャラメルラテ試しに頼んでみたら、え、キャラメルラテって美味しいと思って、そっからスタバで飲んでみたりして、ローソンで飲んだのも美味しかったから、ローソン行こう。稽古場の近くね、セブンよりローソンが近いんですよ。ローソン行くわ。おめでとうって、 ありがとうございます、みんなのおかげ。あ、キャラメルマキアート、それかな。何、キャラメル、キャラメルマキアートはあれかな、うん、スタバのメニューの名前、んキャラメルだ、キャラメルのやつだ。めっちゃ甘いのかなと思いきや、そんな甘くないんよね。こんばんは。すごい、猫がずっと埋もれてる。充電が 20% です。果たしてあと1時間持つのか。持って、頑張って。こんばんは。最近お団子にすることにハマってるので、あ、そう、誰かあれの案出してくれた。次のアーバーは
SM の衣装で、まあ悪くないよね。記念、あの何、今年初主演だよね。今年初主演記念。まあこの配信で見て、配信しか見てない人とかの方がきっと多いから、まあ、何ってなるかもしれへんけど、まあ、見た人にとっては記念にもなるアバターよな。え、でもどうしよう、肌見せすぎですとか肌見せすぎなのでダメですって言われたら、いやでもそんな出てないよ。足長効果抜群ですかっていうぐらい丈が短いぐらい。え、だってこの天使ちゃんもほらタンクトップやんな。 SM の衣装って知らない人見たら驚くわ。ダメかな。ダメかな。ちょっとマジでさ、真っ白の紙がないんだよね。この台本に書くか。ケーランの前で立ち尽くすか。ボロボロの台本に、ちょっとボロボロ、台本がもうボロボロでさ、じゃ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 、君に会いたくていてもたってもいられずに、週末の街へと僕は家を飛び出した。車のなんだっけ、車のクラクションなんだっけ、車のクラクションを鳴らし、あれおかしいな歌詞が。ん、溢れる感情をぶつけたかった、こんなにこの僕が、え、あざを描くのなんでよ、もう。え、ちょっとね、あざができない踊り方をどうにかねやりたいなってちょっと思ってるわけ。見て、このもうすぐさ台本をさボロボロにしてしまう。車のクラクションの中をひたすら走りか。ありがとう教えてくれて。じゃあ SM って言うとおかしいことになるから SM オペラ。これさ、なんて読むの？上海メラン、あ、メランコリー、メランコリーオペラ。え、本当にハワワワって言う人おるねんで、楽しみじゃない？ハワワワってハワワワ、ちょっと違うな。この間来てくださって、稽古場に、すごかった本当。でさ、ここに来た、これ今見てる人だけの情報にな、SM オペラ今度やる舞台のパンフレット、多分今年も同じようなものにするのであれば、これまで出た舞台で一番豪華。なんかね、昨年のものを見せていただいたんですけど、すごくて、うん、いや今年もそうするかどうかはちょっとまだ確かではないから、確かではないから、違った場合マジで申し訳ないから、まあまあ去年のがすごかったよっていう話をしとく。え、もうね、そう、昨年のものを見せてもらったら、
私が出た中で一番すごいね、見どころたっぷりのものでして、というのも昨年のはまず舞台美術が載ってるのと、ケーランだから主役の人とあと別の役の人の衣装の元作る前の団長さんがね書いたりする、スタイリストさん書いたりするが載ってたり、あと舞台の稽古の写真とか、あれなんだっけ、楽譜とか、あとはこの台本のセリフが書いてあったりとか、あとここにある説明文とか、あとはキャスト全員の顔と一人一人のコメント、だから20人以上キャストがいるので、マジでこんなパンフレットなかなかねえっていうぐらいのものを見せてもらって、だから今年も多分同じような感じになると思うので、まあ完成したらまた言いますわ。カネーションのファンレベルが上がりました。いつもありがとうございます。何ページのなんかこれぐらい、これぐらいあって、これぐらいめっちゃ分厚くない？ないのがさ、どこの舞台も多いんだけど、これぐらいあってわかりますって言っちゃったそんな大丈夫ですか書くか。ツインテールにはせんけど、リボンはいつも通り書いて、ケーラン、ツインテールじゃない、ツインテールバージョンとツインテールじゃない、まずはツインテールバージョンね。ツインテールバージョンのケーラン、ガールズ、あ、ガールズペディアの半分、なんかほんまにこれがってちょっと待ってな、今書いてるから。お花がね咲いてるんですよね、胸元に。でもこれを書くのが難しいな。いいんじゃない、これで。うわー、顔、体のバランスむず、むずい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 。あ、ちっちゃく描きすぎたわ。普通にシンプルにガーターを描いて、あ、ガーター描くのむず、むずい。あ、なんかめっちゃ銅な、なんか銅が3分の2どころかなんか半分みたいになっちゃった。あかんわ、これボツ。うケーランの衣装むず、激むず、う、無理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 ガールズペディアの、まあ、ガールズペディアだいぶ太いもんな。それの半分でも多いか、3分の1ぐらい。セクシーって星になるんや。セクシーな衣装出てきたわ。人によっていろいろですよね。こんばんは、今日も一日お疲れ様でした。お疲れ。こんばんは。そう、衣装ここにある、衣装あるねん、ここに。ほら衣装があるんですよ。
ガールズペディア300から400ページ。え、そんなんの？じゃあそれの半分は全然嘘やわ。ガールズペディアはちょっと比べ物になりませんでした。こんばんは、りなちゃん懐かしいって、あ、知ってるんですか？きっかけは？きっかけのきっかけっていう乃木坂さんの曲あるよね。どんな歌やったっけ？多分めっちゃ聴いてた。あの衣装、今さっき見せた衣装は多分今年初めて使うやつなはず。なんか去年とはちゃうかった。あの、何あれ、ストール、なんていうの、去年はさピンクの羽織をつけてたんだけど、今年はなんかパールがパパパパパパパってついた。レース、日曜日にブイブイ寄せやがって。エレメ48、リナちゃんの生誕祭に行ったことあるよ。その時お父さんと弟さんもいました。じゃあめっちゃ昔じゃない？多分弟もう何年も行ってないからすっごい昔だと思う。ありがとう、来てくれて。あ、マスカラがついた。ずっと止まった？止まってる？ゾッとするほどの快楽の証。この傷は何十カラットのダイヤを持つよりも誇らしいですって。そう、ポールダン、ポールさ、あれ私ポールダンスの仕組み知らんかったんやけど、ポール回るねんな、あれびっくりした。回るんよ。あ、ポールダンスはしないけどポールは持ちます一応持ちます。はい、これ書いたんだって、すごいよ。ミュージシャン、キーボード、バイオリン、バス、パーカッション、ソプラノって、すごいな。皆さんと会うの楽しみだ。雨降るともうみんなびっくりしてまうかもしれへん。リナッチ？あれ。あんな風子で。セリフがやばい、思い出されへん。物語の先にこの言葉を乗せ、ねえ教えくの。全然もう一吹きの風のなんて届きませんなんて穏やかなこと言ってられへん。食べ物あるなんて聞いてた子が逆にあれやで、私はないけど、私は言わないけどセリフとして、108回食事を抜きにする罰を与えようっていうセリフがありますね。そのギャップをみんな楽しむんやと。そう、楽しんでほしい。まあとりあえず満州キネマの理事長天崎はマジで頭おかしい。
みんな見てる間にこいつやべえなって思うかと思う。何やってんだいって、基本お嬢なセリフ回しで、はい、私以外の上位かもしれん。だからみんな安心して。お、昼アフタートークあるらしい。登壇者については当日に発表しますよって。当日に発表すんのかい。ここにいる人には言うわ。全部の回出る予定です。はい、全部出ます。金手沢とかアベノハルカスってウィング館ですよ、間違えないようにね。ウィング館の8階だってさ。それは本ですか、役者さんですか。あ、いや脚本上ですよ。脚本上でも大丈夫かなって思う。あ、お亡くなりになっちゃった子もいますけど、かわいい。でもさ、大阪にはね、周りにペットショップが結構、私の住んでる地域がまああって、で結構出るお店だったんだけど、私がね、犬ちゃんと猫ちゃんは多いんだけど、ハムスターが全然いなくて、そう、うん、ウィング館行きにくいよ、皆さん時間には余裕を持って行きましょう。あとエレベーターなかなか来ないからね、はい、気をつけてください。天王寺まで遠いっす。天王寺近い人ってなかなかおらんくない？私だって天王寺遠いよ。天王寺に住まないと天王寺遠いよ、どこ行くにも。もうそれは、うん、そうで、あ、アベノハルカスと思って、あ、このエレベーター乗ればいいんだと思って乗ったら違う、なんだっけ、展望台の方に行っちゃうエレベーターとかもあるから、マジで余裕持って来た方がいい。あれだって、演出上の都合により開演から15分間の入場をお断りしますって。15分間、15分間ってなんだろう、15分何があるっけ。クソ天崎のやつめ。スマホよりもちゃんと上に結構案内多分書いてるから、もう分かんなくなったらインフォメーション行こう。金鉄派とか SM オペラって見に行くんですけどって、どこですかって。 あと金鉄派とかのどっかに、あ、金鉄派とかまだ行ったことないな。でもアベノハルカスかな、なんかこれ置いてるみたい。ちゃんと釧路里奈って書いてるんで、あ、今これ読み取ってもいいですよ。どこだ、ここに釧路里奈っていますので、ええ、そうです。遠征の準備はできてるぜ、だって。ありがとうばかりですね、本当に。案内動画撮りたいけど、なんだろう、でもさ、こういう百貨店ってさ、撮影厳しそうじゃない。なんかあと普通に開店してる時間は普通にお客さんいるから厳しいよね。むずいね。開演15分後か、だいたいどの辺だろうな。まあ、とりあえず私の名前はケイランっていうからネタバレしてるもんね。まず自己紹介するから、私
15分か。どの辺だろうね。並べてるんだ。人のセリフばっか言う。お、亀吉のファンレベルが上がりました。ありがとうございます。お、まさくんのファンレベルも上がりました。3ヶ月ぶりだって。ありがとう。ステージと客席の配置が気になる。ステージはこうです。こういう花道みたいなのない。こうです。あ、だから予約してくださって、予約してそれのあれってことだよね、きっとね。確かに、どうなんだろう、どうなんですかね。あ、3面ってパターンもあるね。あ、1面です。1面で広く使わせてもろて。よし。まさくんのファンレベルが上がったってさっき言ったわ。説明セリフから入るの？ケラになっちゃう。そう、説明が多すぎて説明すぎないようにいろいろ変更になりましたね。やっぱ分かりやすく見てほしい。デレレ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 レ。わあ、夏色の翼タイプっていう文章を見て、夏色の翼めっちゃやりたくなった。てるちゃん、大嫌い。走ったな。すいません、充電が 10% になってしまいましたね。大丈夫かな、充電器刺したいけどどうしようかな。むずい。ここではない、どこか。そんな場所に行ってしまいたいと願ったことがあります。それ一度、それも一度ではなく何度も何度も。なんでいつも充電ない、ほんまそれな、ほんまにそれは自分でも思うわ。多分家で家で一日中っていうか、まあ一日中でもないけど、まあ家にいる間ずっと音楽かけてんのよ。で、まあ充電するの忘れるし、そんなこんなで。でも美人って言われて嬉しいんでしょ。え、なに、そんな、え、なんかそんな話してたっけ。美人って言われて嬉しいよ。嬉しい嬉しい。菊池さん、殺そうとして本当にごめん。私妄想がなんちゃらかんちゃら、なんちゃらなんちゃら言ってたな。かのんちゃんのセリフどないやったっけ。ダンスはめっちゃ覚えてんのに。iPhone は 10% 切ってからの粘りが本番やろって。いや、でもさ、やっぱね、思うんだけど、配信ってめっちゃ容量じゃねえ、充電切るじゃない、食うんよ本当に。そんなにですかっていうぐらい。
んでだろうね。やっぱリアルタイムで私が届けてんのとみんなからのコメントとかで、あら、そうなるんだろうね、きっとね。東京のアスファルトは絶望という名の屍でできている。有名な歌手がそう歌っていたのを耳にして、私はなるほどと思いました。だからちゃんと充電しとこうよ。 それな、ほんとそれ。おっちょこちょいなのは否定できねえ。ちょこちょいというか、準備が足りてないというか、バニーのやつも楽しかったな。ハッピーイースター。夏色の翼のところとはね、そうなんです、会場が違うんですよ。すごいよね、近鉄アート館は初めてです。こんばんは、いらっしゃい。動くギフトがたくさん来るとスマホのバッテリー消費が増えるのよ。みんなありがとう。パトカー、今なんか喋っててパトカーちゃん止まってくださいって。うわ、誰や、悪いことした、ルイハンか、逃げられ多分パトカーやと思うで、前の車なんちゃらかんちゃらっつってる。おお、いいお団子ができた。どう、お団子できてる、みんな。そう、最近お団子すると、あの髪がさ伸びてきたからさ、ポニーテール一つくくりにしてるのに髪がこう前に来たりして邪魔みたいなことがね、そんな事件が起きてて、いや、とうとう レーシング捕まったか。そう、なんかめっちゃねえ、これいいっすよ、お団子。すっきりしてね、ほんと。でもマジでスピード出しすぎは全方向に危ない、自分もだし。周りもびっくりするし、道路壊したらどうするん。自分の命大切にしようって思うんだな。スピード出すのはね、マリオカートと湾岸でいいんだよ。もう湾岸で遊んどき。マリオカートでアイテム投げたくなかったら、私1回とかさやりたいんだよね、太鼓の達人とか。一人でやる人もいるけど、一人ででも友達とやろうっていうような友達もいなくて、逃げろ。一個が
警察官になって1年経った。おー、どないですか。ねえ、気になる。湾岸族だと。湾岸やったことないけど知ってる。エラーが出るとややこしい。頭文字 D ってなんだ、わからん。湾岸でなんかエラー出たんですけどってこれどなたかわかる方いますかって。あと、ま、いやねん、マリオカートと、何、イニシャル D って読むの、何、漫画、ごめん、わかんない、漫画はごめん。あのゲーセンにあるゲームの湾岸しかわかんない。わからん。メダルとそういうこういう系の太鼓の達人とか、太鼓の達人はまだ簡単かな。あのスロット系のメダルのがね嫌なんですよ。うん、エラー出るから。アーケードゲーム、あー、プリクラのインクシートかな、どっちだったかな、の一番楽で、ちょっと時間かかるし、座ってやるし、少々お待ちくださいとか言いながらさ、どっちやったっけとか時間ちょっとだらだらだらしながら、でも待ってるから迅速に やるけど、静かに一人でシートの交換。間違えたらやばいけどな。行ったら意外と行ってくんないのよあいつ。無理だるい。一緒に夕飯言っても、だるい。なんだあの人。スプラトゥーンもさ、ゲーム対戦さ、めっちゃ張り切ってさ、対戦ってか仲間かでやろうって言われてやったのにさ、ひどいわ。ゴリでやっと映画は見に行ってくれる、一緒に。困ったもんや。日本橋にある。ゲーセン行けたらマイメロディのぬいぐるみ頑張って撮るわ。じゃあのファンレベルが上がりました。いつもありがとう。警察学校卒業までに3割配属されるまで強い意志が必要で、警察おい、あ、待って、充電もう 4% ぐらいしかないんちゃうこれ。警察官になってからって言ってたっけ。だからすごいんよ、メンタル鬼強。すごい。いやー、携帯めっちゃ熱い。ちょっと充電器がある方に行くわ。よいしょ。
まっせ、初見どうも、よかったらまたコメントしてください。すごいよ本当に。高校ってどのタイミングで入るの？高校卒業して入るのか、それともいつでもいいの？何？助けて、もう帰り？もう帰った方がいいんちゃう？全然いいと思ったってこと？帰ろう、それは大丈夫、一日ぐらい帰ったって。めっちゃ優しい男の子やで。すごいね、優しくて意志が強いんですよね。はあ、すげえわ。高校大学を卒業してから警察学校入学。なるほど。だ、それでなかなか、だ、その学校から出れないんだっけね。クレーンゲームは下から手は入らんの。こうやってやろうとしたらエラーでブザーなりますよ気をつけてください。ヒカルくんのファンレベルが上がりました。いつもありがとうございます。あー、やっぱ寮なんだ。大変じゃ。6ヶ月か、半年な、耐えれるかな。そう、やっぱね、一定数ありますから、手突っ込む人揺らす人やめてってますよね。なんか出てる、ピョンって。6ヶ月か、やば。だからか、いや、私の友達の妹の彼氏が次警察学校に入るらしくて、だからしばらく会えないってか。そりゃ会えへんな。つらー。覚悟の生活か。メンタル、精神面は強いけどさ、その体力、ちょっと筋トレとか、あと朝早く起きるとかダメですね集団行動は多分いけると思うね、けどちょっとその辺がね、多分見てないというか、その決められた時間に どうにかね、すごいね、頑張ってほしいな、その妹の彼氏そろそろインスタになんか投稿してもらって、それな、
毎日思ってる。何かなんでだろうね。ない。本当に。でも、撮りますから。9月中に絶対更新。はい。はい。さあさあ、間もなく。私はですね、ありがたいことに、本当にありがとうございます。短い期間の中で感謝、助かります。ありがとうございます。本当に、うん、だから、なんだ、私これいつから配信してんだ。50万ポイントでどうなっちゃうんですか。50万ポイントでアバターを新しく作成しますっていうのと、あのあれです、クオカードペイ1,500円分。あ、イベント終了まであと1分だってです。で、私はそれでローソンに行って、キャラメルラテとカフェラテとココアと、アールグレイティーを飲みたいと思います。アバターは候補1 SM オペラの衣装、候補2、ハロウィン仕様、かぼちゃかお化けか、あの天使の反対デビル系かですね。候補2の選択肢が多すぎたな今。候補4ぐらいまで言ってた。そんな感じですね。ただね、ケーラー着たいけど、めっちゃ可愛いしめっちゃ着たいけど入ってないわ。入れん、絶対入れん、入れません。私にワンちゃん会えるローソンのなんか残ってたら買ってきて。9時やってるよね、日向さんですかね。え、分からんのは知ってる。って書こうと思ったらもう何個でも書きたくなっちゃう、ね、うん。ケイランの衣装かな。いや、でもハロウィンもいいよ。まあそれでも十分可愛いんだけど。え、ツインテールは維持したいんだけど、ケイランはツインテールじゃないんだよな。でもガーターつけたいよな。おしゃれなのにしたいよな。いや、ツイン
ツインテールシリーズにしたい。お、まだやってた。そう、とりあえずイベント終、あ、イベント終わりましたわ。そう、それまで続けようと、はい、思ってまして。でもそろそろ終わります。ハムスターね、確かに。ツインテールはいませんやろ。まあね、まあ、そうだけど、まあでもとりあえずいろいろ書いてみてしっくり今まで来なかったのもあるから試してみようと思います。何か分からんけど達成した。した。ありがとうございます。目は変えるとナシリナチのパターンのが好き。ありがとう。目は変えるだけ、それレインコートなんだよ。よろしく。ではライブランキングを読みたいと思います。いきまーす。エイジくん、シノさん、ショウくん、マサくん、タッちゃん、ヒカルくん、マサくん、ヨシアキくん、カネシャン、おでんむしさん、オオマサ、ヤマちゃん、1位がザッチくんでした。どうもありがとうございました。いろんなアイテムを投げてくれた人も、タワーもありがとう。あ、めっちゃ眉毛。タワーありがとう。皆様にお届けできるようにしようと思いますので、お楽しみに。じゃあ9月も残り、ほな、おやすみ。お疲れ様でした。ありがとう。